新州の表紙が決まりました。じゃん、こちらが通常版、こちらがセブンネットショッピング。ちょっと写真集の大先輩が来てくださいました。お願いします。可愛かった。まやちゃんです。まやちゃんも配信してましたよね。今してました。声が聞こえてましたということでね、いっぱい悩んでたるーちゃんが。そう、もう多分メンバーの中で一番相談をした菅原まやちゃんです。今日発表されたんですけど、ね、見た、いいねした。どう思いました？いいね、でももう知ってたんですよ。知ってたんですよ、ずっと知ってたから。そうなんです。で本当にたくさん寝る悩んでたんですよ。そうなんですよ。嬉しい、見てもらえた。かわいいじゃん。大丈夫、気に入る。本当こんな感じの3曲になってるんですけど。じゃあね。え、たくさん、そう、いっぱい相談もして、あのカウントダウンにもね、まやちゃん出てくれたんですけど。あ、そう、本当にまやちゃんの写真集もいっぱい見て、あのたくさん学ばせていただいたので。そんな学ぶことあったかな。ありましたよ。あった。なんか今日、そんな映らなくていいんだ。すごいね、このスタンド、なんかすごい。そう、家から持ってきて、これ家から買ってきました。ということで、え、すごい。まやちゃんの一押しはどれですか？まやちゃんの好きなの。まやちゃんこれだもんね。まやちゃんはまやちゃんこれです。これは何版ですか？こちらはですね、セブンネットショッピング版です。まやちゃんこれお気に入りだから。じゃん、これこう縦ですね。これはちょっと引きだったんですけど、アップになりましたですよね。それは最終日の、3日間撮影して3日目の、うん、朝1に撮りました。いや、だからいいなってめっちゃ、うん、そうです、そうです。ほぼすっぴんです。でもルーマジかわいい。ほんと、すっぴんだろ。ちょっとこれはわかんないんですけど、ちょっとそばかすも見えてます。じゃん、予約済みですか？ありがとうございます。急いでポチポチしなきゃ。これも最終日に撮った。で、これは、うん、私の好きな子は左側なんですけど右側が使われてるんですけど、そうです、右側で、あの漏れたカットが初めてです。えで、これもめっちゃ可愛いよ。表紙撮るよとかそういうのはないじゃないですか、写真集で。ん？何？表紙撮影するよみたいなのないじゃないですか。ないね。撮ったカットがあのどれか表紙になるんですけど。え、この子ね、ちょっと、あまやちゃんどういう感じで決まったんですか？あまやちゃんはでもあれだった、なんか一個はが確実に決まってたの、これで撮りたいみたいな。すごい。この衣装で表紙に使いたい。この衣装は表紙に使いたいって言われたけど、一回も使われてません。なんですけど、この赤水着はもう一番最後の一番最後のシーンで撮った撮影なんですけど、これがあの通常版になりました。ここに砂がついてます。そうです。そして最後はじゃん、あ、違ったじゃーん、こちらはですね、HMV 版でございます。2日目に撮ったんですけど、これはあの2020年に熊本県でツアーを行う予定だった会場で撮りました。ね、これね、夢叶えられたらいいですよね。これで撮ったんですけど、てかマジそれも可愛い。これはちょっと衣装がとにかく好きで、私は
あのピンクのリボンのワンピースなんですけど、これがお気に入りです。履かないで、これはなんかちょっと表紙に使えたら嬉しいなって出来上がった写真集のページを見ながら思ってたので、使われて嬉しかったです。です行く予定だった。嬉しい。あと5分静かにしなきゃということで、じゃあこの皆さんぜひ3種類ゲットしてください。なんか質問コーナーありますか？はい、今です。あと5分で質問受け止まります。まゆちゃん、はい、じゃあ最後にまゆちゃんとスペシャルタイムお願いします。いや、いらないだろいらないだろ。誰が来たと思ったら大先輩でした。写真集の見てましたということで、あ、スクショバッチリ。皆さんぜひ3種類ともゲットよろしくお願いします。通常版、通常版、そしてセブンネット版、セブンネット版、そして HMV 版です。 HMV 版です。はい、皆さんありがとうございました。ぜひ皆さんゲットよろしくお願いします。公式 X の方でいろいろ載せてますので、そちらからリンクご購入よろしくお願いします。公式 X の方でいろいろ載せてますので、そちらからぜひ、あの、はい、今後解禁される情報だったりとか、はい、オフショットとか、はい、まだね、あの写真集に載る予定のカートとかまだ解禁されてないものもあるので、皆さん、はい、ぜひ、あの、楽しみに待ってくれると嬉しいですし、ぜひ井上瑠香公式、あ、井上瑠香ファースト写真集公式 X と、あと菅原まやちゃんの、公式個人 X と写真集の公式 X のフォローもよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、タイトルはね、まだなんですけど、タイトルはあれ、あ、あー、なんか面白かったんで、ね、そう、面白かった。それもまやちゃんとちょっとね、エピソードがあるんですけど、ちょっとまだ言えないです、ね、そう、まだ言えないんですよ。早く、ね、まだ言えないんですけど、その話しましょう、はい、またいろいろ解禁されたらまたね、まやちゃんとのエピソードもあるので、そこでお話をしたいと思います。ないの？カートないです。でもまたショールームするんですよね。また写真集のショールームするので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、あともう何秒かなになるんですかね。あ、まだあと1分ぐらいありますよね、はい、ということで、チェックよろしくお願いします。オフショットもね、あともう1ヶ月、もう約1ヶ月ぐらいなので、発売まで、発売は11月13日の水曜日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとちょっとじゃん、本当にコンプリートしてね、してね。あと1分よろしくお願いします。よろしくお願いします。私的には全部好きです。全部好き、はい。でもなんか通りかかったメンバーはこれ可愛いって一番最初に言ってくれます。これ可愛い。で、これの表情は私が一番しない表情です。おー、いいですね。で、この白は私の一番素かな、素な表情かなと思います。私の一押しはこれです。はい、まやちゃんの一押しはこれです。これは、セブンネット版です。で、でも全部ね、可愛い、うーちゃん。よろしくお願いします。今から買ってきます。お、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。